デジタル T リーグ、まあ、2点、要はシングルスとダブルス両方のうちの、まあ、両方登場するというこの水谷がですね、まあ、この前の琉球戦では見事に2勝を取りましたから。そうなんですよね、はいはい、さあ中4日明けての再戦、今シーズン5回目の対戦です。琉球、宇田のサーブでスタート。宇田が決めていきました。最初のポイントはミスしました、ね、ミスしました、ね、失礼いたしました、はい、木下に入ります。もう1本宇田のサーブです。バックハンド、宇田、吉村うまく払いました。吉村ミドルのね、ここ難しいところなんですけどね、吉村ってこの体柔らかいんですよね、ヒュッとこう体上体をひねってシュートドライブで返すっていう、はい、なかなか難しい技を見せましたよ。今度は宇田のチキータです。ただ今のミスですね。あ、失礼、はい、バックドライブがミスになりましたね。2対1、木下リード。そういうふうにですね、やっぱシェイクの選手、あそこのミドルのところ難しいんですよ。はい、ですからさっきこう吉村和弘がうまくシュートを使ってですね、はい、あの打ったのは良かったですね。今度は吉村、宇田が水谷ですが、宇田アウトになりました。この両ペアは今シーズンここまで5勝3敗です。ここも吉村が水谷のミドル狙いですね。はい、さんミドルというのは、まあ、体のあたり、体の近くですよね。はい、まあ、厳密に言うとフォアミドル、バックミドルとあるので、はい、こうなかなかこう数センチの中でこう判断難しいところなんですけれども、スリーオールです。水谷さん少しラリーになりましたが、裏が取りました。まあ、この両ペアなんですが、今シーズン1回対戦しています。11月18日、失礼、12月5日に対戦して、ゲームカウント2対1で琉球の宇田吉村ペアが取っています。このペアとしては今シーズン2度目の対戦、フォーオールです。第1ゲームの立ち上がり、まあ、宇田の強打ミス、今の吉村のバックドライブ一撃のミスということですね、はい、こうあの強打のミスがまだ出ているうちに木下マイスターとしてはなんとかこうですねリードして一回置かないとですね、あのタイミングがだんだん徐々に合ってきますから、その前回の12月の対戦の時はですね、最終的にあの吉村と宇田のパワーに押し切られたっていう感が強かったんですよね、はい、ですからそこに行くまでにですね、なんとかしたいところなんですよね。これをあまり早くさせると、そうなんですよ、あれが連発してくるとですね、もう結構止まらなくなっちゃうんですよね。画面手前、琉球の宇田吉村、両ハンドドライブ力強さがあります。サーバー田添、水谷のバックハンドアウトになりました。7-5、琉球リード。うまいですね、はい、今のね、宇田が前に出てきたところは、通常ストップするタイミングで出てきたんですよね、はい、ですから田添も前にフッとこうストップを警戒して出たところ、深い突きをしたと。第1ゲーム、2点差変わらず、結構強打のミスもしてるんですけども、はい、やっぱしっかり点数も取れてるので、なんとかね、木下の方としてはこれくっついていかないとですね、まずいですね。ワイディサーブ、さあ少しラリーになって、宇田角度になります。やはり
このラリーの、そうですね、水谷のボールサイド切ってるんですけどね、はい、宇田に完全にボールの軌道を読まれちゃったってことですね。またリターン取りました。ゲームポイント握ります。琉球宇田吉村和弘ペア、ここは田添、完全に逆をつきましたね。連続ポイント。琉球のサーブで2本取れました。しかも宇田のサービスの時に取れたのは大きいですね、はい、さあここで、ここで私が注目しているという水谷の、はい、まあ、3球目なんですよね。水谷は、あ、入った、入りました、入りました、エッジですか、はい、あ、エッジで入りました、はい、踏ん張った木下、はい、3連続ポイント9点。ここでドライブ、うん、並んだ木下、驚異の4連続ポイント。田添のブロックがいいコース決まりましたね。吉村もう本当にボール2個分ぐらい内側ですと吉村のバックドライブにはまるところですけども、はい、その2個分が外になったことでミスを誘いましたね。リュースはありません。取りました、木下、5連続ポイントで取り返した。第1ゲーム11対10、これが水谷田添健太。いやー、渡辺さん、はい、逆転しましたね、見事。そうですね、はい、あの、ま、ポイント的なところをですね、はい、言うとやっぱりこの競った場面になった、ま、なってしまった、もしくはこうなった時にですね、あの、前半の宇田と吉村の一発フルスイングのミスがですね、ま、ポイント的にも大きく響いて